これはやばい、作っちまった。チーク調子のアンビアリー、どうもアンビアリーでーす。こんにちは、こんばんは。おはよう。ついに来たよ、ゼルダの伝説の盾をね、作っていきたい。はい、来たよ。次の短パン、この贅沢な材料を使ってもらってな、デクの盾というやつを作っていきます。いいね。デクの盾はもうゼルダ好きだったら絶対間違いなくわかると思うけど、昨日オカリナの手を見ただけのもう作ってもらうってことで、はい、早速、うん、やっていきます。期待まとめし、マスクは必須でしょ、うん、全部体に入っちゃうからね、デクの貴様、うん、おーいいね。入ってる、入ってる、入ってる。なんか熱感じんだけど、メガネの。うわ、マジだ。あ、まあ、いけるいける。ここはこうなんだわ。ここがだって塞ぐからさ、うん。あ、違うか。いや、やったやった。これそれじゃね。本当に気をつけてやっていきます。はい、お願いします。お願いします。今日ちょっと体調崩して家で寝てました。お母さん今、いやー、これきついな、マジで。あー、これな。あ、ごめん。ラッキーショートしてな。筋肉痛確定だ。やば。すごいちゃん怖いんだよな。来た。ってことで、やべえ、やば、こうなんだもんな。完璧よ、今のとこまでは。うん、ここをいかに、あとは縦にするか。そうだね、丸く仕上げていくか。やっていきましょう。はい、そのためにディスクグラインダーをね、準備しました。そして、いいよ。あー、怖いよ。やば。これはむずいね。まあ多少でしょ、これはこそ、うん、そのちょっとガギガギになってもゴキリ族でしょ。こんなことさ、大人になってもしねえわって美術の時思ってた。めっちゃしてる、好きでしてる。しかもよくそれ片手の力でいくの、脚力強いんだろ。すげえ指の一瞬な。ポパイの顔みたいな。めっちゃめっちゃ似てるやん。めっちゃ似てるぞ。ポパイだよ。
いや、待ってください。いや、いいでしょ。マジ赤だ。始まった計画が。ちょっとめっちゃ手振れんだけど。マジ頼むよ。ひげめっちゃ生えてる。やめてくれ。今言うじゃないそういうの。気をつけろ。見て。かっこくないこれ。やばいよ。やばい。いや、だから笑っちゃうよね、ちょっと。一番の名作だね、間違いないね。今までだってなんだかんだ理由つけてサボってきたじゃん。だからもうなんかこうだね、妥協をしてて、そう妥協をして、これはほぼほぼない、全くないでしょ。実物もやばいけど、この写ってる、そうこれデカの盾とワイが一緒に写ってるみたいな。これは大満足だね。いやこれすごいわ。ってことで調子どうだった？アップリングだった。コキリの森に売りに行きたいもんね。メルカリに出してるかもしれない。ということで、はい、ヘバナ、はい、アンビーグだった。チャンネル登録よろしくお願いします。